ブルゴーニュは世界で最も人気が高いワインの生産地です。でもその需要の割に生産量は限られていて、高価なワインのイメージがありますよね。そんなブルゴーニュワインですが、日本は輸入量が世界3位と日本での人気はものすごく高いことがわかります。立場上、私は銀座の飲食店によく行きますが、ちょっと高級な和食屋さんやお寿司屋さんでもブルゴーニュ地方の白ワインを置いていないお店はないと感じます。またボージョレ・ヌーボーを世界で一番消費しているのも日本人です。日本の食文化にブルゴーニュワインは合っていて、だから日本人はブルゴーニュワインが好きなのかなと感じます。今日はそんなブルゴーニュワインの特徴を見ていきたいと思います。それでは行ってみましょう。まずはブルゴーニュ地方全体の特徴をざっくりと見ていきましょう。ブルゴーニュ地方はフランスの中央に位置し、世界で最も高級なワインの生産地として知られています。今では世界中で栽培されている黒ブドウのピノノワール、白ブドウのシャルドネ、この2つのブドウはブルゴーニュ地方が原産です。ブルゴーニュ地方のワインの3分の1がボージョレ・ヌーボーで有名なボージョレ地区になりますが、それ以外の地域ではシャルドネが半分、ピノノワールが 40%、 残りはその他のブドウ品種が作られています。ブルゴーニュ地方はボルドー地方と並ぶフランスの2大名城地ですが、それぞれ違った特徴を持ちます。ボルドーが複数の畑、ブドウ品種をブレンドして作る一方で、ブルゴーニュのワインは畑ごと1種類のブドウ品種でワインを作ります。1種類のブドウ品種でワインを作るとなると、ブドウの違いはワインに反映されませんよね。では何が反映されるでしょうか。1種類のブドウでワインを作るから、畑の環境がブドウに反映されることになります。そうなるとブルゴーニュのワインはボルドーのワインと比較して、そのワインの畑がどこにあるのかが重要になってきますよね。その畑ですが、4つのカテゴリーに分類されます。まずブルゴーニュのブドウを使っていれば使うことのできる地方名ワインです。このようにブルゴーニュとだけ書かれているのがわかります。次に村の名前のワインです。ブルゴーニュ以外の地域ではこの村単位まで格付けを行っていますが、先ほどお話しした通りブルゴーニュでは畑が重要視されるので、いい畑には畑単位で格付けがされています。ここは難しくなりますが、村の名前のクラスでも畑名が指定されたワインがありますが、それはまた今度ご紹介します。では畑名が特定されているワインを見てみましょう。そのいい畑にも2つのレベルがあり、1級畑のプルメークリュ、特級畑のグランクリュに分かれます。プルメークリュには村名と畑名が記載されますが、特級畑になると畑の名前だけが記載されます。特級畑はあまりにも有名なので、その畑がどこにあるのか書くまでもないということなのだと思います。では次にブルゴーニュワインの区分です。ここでは分かりやすく白赤の区分で見てみましょう。まずブルゴーニュの中で白ワインを作っているエリアについて見てみましょう。ブルゴーニュの一番北にあるのがシャブリで、シャンパーニュ地方の最南端にも近いエリアになります。ここではシャルドネを使った辛口の白ワインだけが作られています。最北端ということでとても冷涼な気候です。また大昔に海だったせいで、地層に牡蠣や貝殻の化石がたくさん入っているのも特徴の一つです。冷涼な気候と、あとこの特徴的な土壌から爽やかな酸味とミネラル感のある白ワインが生まれます。シャブリの下にブルゴーニュ地方のメインとなるコートドールと呼ばれる産地があります。コートドールは北のコートドニュイ、その下にコートドボーヌと分かれ、南北約 20km 広がっています。シャブリのすぐ北のコートドニュイで白ワインがたくさん作られていそうな気がしますが、コートドニュイを飛ばしてその下にあるコートドボーヌの方が白ワインの生産量は多く、有名で高価な白ワインが集中しているエリアです。コルトン・シャルルマーニア・ムルソー、モンラッシェ、シャサーヌ・モンラッシェ、ピリニー・モンラッシェなど全部この地域にあります。コートシャロネーズを挟んで南にあるマコネという広い地域でも主にシャルドネの白ワインが作られています。南にある分暖かいので、よく売れた豊かな味わいの白ワインになります。ブルゴーニュの白ワインの中ではリーズナブルなので気軽に飲めますね。ブルゴーニュの中で2番目に北にあるのがコートドニュイです。ここは世界で最も有名な、誰もが聞いたことのある高級ワインの産地です。ほとんどがピノノワールの赤ワイン、それも長期熟成型のワインが多く生産されています。一番北のマルサネというピノノワールのロゼワインが作られるエリアから始まるんですが、赤、白、ロゼの3種類が認められているのはブルゴーニュでここだけです。マルサネはブルゴーニュの首都ディジョンの近くです。ディジョンの街で飲まれるテーブルワイン用のガメイが大量に植えられていたという歴史もあり、一級畑はまだなく他の村よりもマイナーで、その分手が届きやすいワインが作られています。その下にほとんどピノノワールの赤ワインが作られていて、ナポレオンの名前がついた一級畑もあるフィサンという町があり、そのお隣に有名なジブレーシャンベルタン村があります。とても大きい村でグランクリュが9つもあります。さらに南に進むとシャンボールミジュニー村があります。
コントダニュイのグランクリは赤ワインのみですが、シャンボールミュジニーのミュジニーという特級畑だけ白ワインも生産しています。次にボーヌロマネ村、フラジェエシェゾー村になります。このフラジェエシェゾー村とボーヌロマネ村はお隣にあります。ブルゴーニュの格付けで村の名前レベルのワインと一級畑があり、一級の畑には村の名前も書くとお話ししましたよね。でもエシェゾー村で作られたそのレベルのワインにはボーヌロマネ村の名前が記載されます。エシェゾーという名前の入ったワインはグランクユのエシェゾー、そしてグランエシェゾーのみになるということです。その他このエリアにはロマネコンティをはじめとしてワインにはあまり興味のない人でも一度は必ず耳にしたことがある、でも実際に目にすることはないようなとても有名でまた高価なワインの畑がずらりと並んでいます。こんなすごい畑が延々と続いている場所、実際に行ってみたくなりますよね。こんなに高級なワインが作られる畑となるときっとものすごく厳重な警備がされているんだろうなとイメージしてしまうんですが、案外普通に見ることができるというのでびっくりしますよね。ブルゴーニュ地方の最南端にあるボジョレで主に作られているのが黒ブドウのガメイです。ボージョレ・ヌーボーが有名ですが、もちろんヌーボー以外の赤ワインも作られています。樽熟成をしない手頃でフルーティーな赤ワインが一般的ですが、ムラメイクラスのものはミディアムボディでしっかりしたものになり、中でも一番上のクルボジョレなどは長期熟成タイプになり価格も少し高くなります。ボジョレ・ヌーボーを飲んでみてボジョレやガメイがちょっと物足りないなと感じた方はヌーボー以外のボジョレもぜひ一度飲んでみてください。ブルゴーニュワインは全体的に高級とは言っても、地域や格付けによってはコストパフォーマンスが高くて美味しいワインも作っていることが分かっていただけたと思います。でもやっぱり最高級のワインのことは気になりますよね。まずブルゴーニュの赤ワインで超高級といえばロマネコンティですよね。ロマネコンティはもちろん特級畑のグランクリュです。普通畑は複数の所有者が分割して持っていて、それぞれがワインを作っています。でもこのロマネコンティはドメーヌ・ドラ・ロマネコンティ社だけが所有しています。オークションのサイトで平均価格を見てみると1800ドルから1900ドル、つまり日本円で250万円から260万円になります。車が普通に買える値段ですよね。次に最高級の白ワイン、モンラッシェです。モンラッシェはピリニーモンラッシェとシャサーヌモンラッシェ、2つの村にまたがっている特級畑です。ロマネコンティとは違ってこの畑には16の所有者がいます。また自社で全てのブドウをワインにしているところばかりではないので、モンラッシェの所有者以外がブドウを買って作ったモンラッシェもあります。となるとどこが作ったモンラッシェが一番高いのか気になりますよね。ちょっと調べてみました。先ほどの DRC 社のモンラッシェが平均価格160万円ほどでした。ドメーヌ・ルフレーブのモンラッシェが平均価格250万円。ヴィンテージによっても全く価格が違いますし、比較は難しいかもしれませんが、いずれにせよ異次元です。最後にまとめをして終わりましょう。まずはブルゴーニュ地方とそのブドウ品種、またワインの格付けについてお話ししました。次に白ブドウのシャルドネを作っているエリア、ピノノワールを主に作っているエリア、またガメイで有名なボージョレ地区についてお話をしました。最後に最高級のワインロマネコンティとモンラッシェについて見てみました。私自身はブルゴーニュの中では白ワインが好きで、正直ブルゴーニュの赤ワインを飲む機会はあまり多くはありませんでした。これを機にブルゴーニュの中でもいろいろな地域のワインを飲んでみたいなと思いましたし、実際にブルゴーニュの畑を見たり街にも行ってみたいなと感じました。同じようにこの動画を見てブルゴーニュに興味を持っていただけたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。